僕ら映像集団サムライレシーブは YouTube にドラマを配信している。最新超大作叫び続ける雨を公開したのと同じ日に、 YouTube 界の超大物カテキチがパーフェクトダンスというこれまた超大作を発表した。僕らが一方的に意識した再生回数争いはサムライレシーブの大敗という結果に終わった。そしてその日、我らが監督兼作家の哲郎は消えた。締め切りだった企業案件の台本も提出せずに、僕らは哲郎を探す。その頃、哲郎は謎の女と海にいたんだ。世界ってさ、素敵だよね。太一は哲郎の家を見に行って。オッケー。誠はドルマルクスの宮原さんに電話お願い。遅れるってことだけ言って、手直ししてるとか適当なこと言ってどうにかごまかして。はい。俺はあいつの行きそうなところしらみつぶしに探すわ。電話ね。電源切れないように気をつけて。あいつ死んだりしないよね。冗談でもやめろ。あいつなんかナイーブなところあるから。俺出てくるわ。海だ。締め切り明日だけど、今日中には台本大丈夫？考えてるよ。え？そんなすぐ次の話なんか考えられるかい？いや、次の企業案件とその次の俺たちの新作考えないとならねえんだから、そんな簡単なことじゃねえって言ってんだよ。じゃあちょっと明日までって言っちゃったから、締め切り伸ばせるか聞いてみるよ。別々に探そう。見つけたら電話して。私の彼氏がさ。彼氏の話とかやめろ。静かにして。邪魔なんだよ。寝言で違う女の名前呼ぶんだよね。話聞けよ。クソ。ムカついて携帯見たのよ。まあ、正確にはパスワードかかってて見れなかったんだけど、適当な話をさ言ったのよ。そしたら殴られた。適当なこと言ったら殴られたの。もうそれって絶対そうじゃない？動かぬ証拠じゃない？だから私ムカついて出てきた。もういいや、私も彼作ってやる。死ねーつって。そう。ひどくない？よくある話。え？そんな話じゃ物語にならないよ。そうかもね。あとは海に叫ぶんだよ、わかりやすく。できないってどういうことですか？すいません。すいませんじゃなくて、どうするつもりですか？期限の話はしましたよね。もう1週間だけもらえませんか？1週間あればできるんですか？はい。クライアントに謝んなきゃいけないのは僕らなんですよ。その辺のことは分かってますよね。だから YouTuber とかやめようって言ったんですよ。でもここまで来て、本当に本当に申し訳ございませんでした。必ず1週間でどうにかしますんで。良平、本当に申し訳ございませんでした。だからできねえなら言えよ。できるかできねえかなんか分かんねえよ。こんなことしてたら信用失うぞ。今までちゃんとやれてたんだから。アルバイトに戻るか？やるよ。とにかく何でも書けばいいんだろ。断るなら最後のチャンスだろ。どうする？断る。書くよ。書く。書
書くんだな。書くよ。何泣いてんの？関係ねえだろ。かっこいいよね、いつも言うことが。うぜえんだよ。勝ちたいやつがいたんだけどさ、勝ちたいやつがいて、面白い作品作れば勝てると思ってたんだけどさ、面白い作品作れたと思ったんだけど、負けちゃって、俺の全力が負けちゃってさ、悔しくて、本当に悔しくて、悔しいけど敵もすげえんだよ。俺、自分の台本なら絶対勝てると思ってたのに、勝てない台本書いた俺のこと誰も責めねえんだよ。勝てない程度の台本しか書けねえのに、俺のせいで負けたのに、誰も俺のこと責めねえんだよ。みんな超うぜえんだよ。マジでクソだよ。へえ、なんか作品作ってんだ、すごいね。なんでこんな話をお前にしてるんだよ、つれえよ。でもそんな辛い時に超元気になるの教えてあげる。ねえ、YouTube 見る？ YouTube にカテキチって動画作ってる人がいるんだけど、そのカテキチのパーフェクトダンスっていうネタがあるんだけど、それも超面白いよ。あ、てかカテキチって知ってる？カテキチだけが私の日々の支えで、毎日動画配信してんだけど、もうそれがもう一日の楽しみ、それしかないっていうか。何がそんな辛いのよ。ね、聞いてよ。どっか行ってよ。俺が誰から逃げてきたと思ってるんだよ。何言ってんのよ。ね、聞いてよ。カテキチはね、お前から逃げてきたんだよ。お前から逃げてきたんだよ。お前今日締め切りだぞ。書いたのかよ。書いたよ。嘘つくな。書いたよ。どこだよ、見せろ。事務所のノートパソコンにあるよ。は？事務所のノートパソコンにあるよ。ふざけんなよ。そういうことはちゃんと伝えてから出ろよ。手紙書いたじゃないか。手紙？矢印書いといただろ。海行きますの上に。あんな矢印じゃわかんねえ。今だ、謝んなよ。え？この人でしょ、謝りたかったの。黙れこのクソ女。誰なんだよこの女。お前なんで女と二人でいるんだよ。全然わかんねえよ。お前に振り回されっぱなしだよ。俺もさっき初めて会ったんだよ。なんだよそれ。私のために喧嘩しないでよ。
ねえよちょっと台本すぐ送んないといけないからもう帰るぞ。好きにしろよ。大丈夫か。え、ちゃんと戻ってこいよ。何の心配してんだよ。じゃあもう行くな。あんたさ、有名な人なの？あ？有名なの？有名じゃないけど。付き合っていくか。彼女いる。別にいいよ。どっか行けよお前。なんなんだよあいつ、クソ。もう心が折れそうだよ。今どこいる？鉄郎いた。勝ちとか負けとかさ。え？勝ちとか負けとかどうでもいいんじゃない？あんたが面白いって思ってたら。お前本当につまんねえことしか言わねえのな。え？あ、カテキシ！え？ちょっとごめん。サインもらってくる。俺帰るよ。ちょっと待ってて。待つかバカ。すいませんすいません。はい。サインください。あ、いいですよ。あの、ペンとかあります？え？カテキチがいたよ。そんなことある？案外こんな話も台本になりそうだな。映像版撮影初日です、はい、でもずっと脂っぽいもんね。殴られました。生意気なんですよ、その女優が。監督が殴ったんですか？生意気だから。太郎 YouTube どうも、テカキンです。うわー、まあやっぱり撮影ってこういうところありますよね。そうですね。で、普通に最初から行きましょうか。撮影3日目、はい、撮影3日目にして。おいよ、長い間、はい、お世話になりました。ありがとうございました。